アパラチアントレールはアメリカが州国東部をアパラチア山脈に沿って南北に縦関する長距離自然歩道であるアメリカ東部のジョージア州からメイン州にかけての14州にまたがる約 3500km の長距離自然歩道をコンチネンタルディバイドトレールパシフィッククレストトレールと並ぶアメリカにおける三大長距離自然歩道の一つであり1968年に 初めてのナショナルシーニックトレイルに指定されているトレイルのコースはほぼアパラチア山脈の峰に沿っておりグレートスモーキー山脈やブルーリッジ山脈等のアパラチア山脈を構成する山脈やグレートスモーキー山脈国立公園シェナンド国立公園等の国立公園州立公園が含まれるアパラチアントレイルの 全区間が最初に踏破されたのは1937年である。現在では毎年約2000人がスルーハイキングに挑戦する。多くのスルーハイカーは雪の残る北部を避け、春に南端のジョージア州スプリンガー山を出発し、メイン州のバックスター州立公園が閉鎖される10月15日までに北端のカタディンさんのゴールを目指す。しかし、 成功するのは挑戦者のうちわずか10%ほどに、過ぎない。要した期間にかかわらず、全区間を踏破した者は、総延長が2000マイル余りであることにちなんで2000、ミレルと呼ばれる。踏破を目的としない者も,も含めた、アパラチアントレールへの年間訪問者は、約400万人に及ぶ。アパラチアントレールの北端にあたるカタディンさん、マウントカルトンインターナショナルアパラチアントレールは、 アパラチア山脈に沿うアパラチアントレール北端のカタディンさんからメイン州、カナダのケベック州、ニューブランズウィック州、ニューファンドランドラブラドール州を通りアパラチア山脈最北端のベルシマに至るアパラチアントレールと混同されることがあるが別個の自然歩道であるありがとうございます。